はじめまして、群馬グリフィンレーシングチームの渡瀬義雄と申します。チームの所属は1年目です。客室は、オールラウンダーということにさせてください。よろしくお願いします。皆さんには、義雄だったりだとか渡瀬くんだったりとかと言われてます。中学2年生からやってました。でも競技じゃなくてこうサイクリングから入っていて、で高校生になってぼちぼち競技をやろうっていうぐらいでした。去年まではエリートツアーの山中湖サイクリングチームちょっと若手育成のチームにいました。チームメイトの小山隆弘さん、彼が家近く で一緒に練習させていただいたりとかで、それでちょっとお誘いをいただいてっていう形 で、自分からももう頭下げて入れさせていただいた形です。あとホームなチームというか、みんな監督も選手も仲がいいので、ちょっと僕的にはほっこりしてます。いやどうなんですか。よく人にはなんか優しいねとかってはちょっと言われたりとかするんですけど、競技だと優しいのはあんまり良くないので、自分に厳しくいこうと思います。いやこのままだとあんま変わらないと思います。好きなコースだと群馬 CSC だったり、こう短い登りがあるようなパンチが効くようなコースが一番好きです。苦手なコースはフルドロードレースとかって去年あったと思うんですけど、登りが長くてみたいな、で下りはテクニカルでっていうのがちょっと自分は苦手です。一応スタート前に安全に帰ってこれますようにって神頼みはしてます。前の日は自分結構、普段練習の時もそうなんですけど、ルーティンとしてそのヨガをやります。やっぱりこう皆さん、強敵なので、こう特にライバルというのはないですね。尊敬って感じですね。おととしの全日本チャンピオンの草場圭吾選手、スプリント力だったりとかパンチ力が自分は欲しいです。自分は仕事をしているので通勤で練習以外には乗りません。ピストバイクで通勤してます。いや もちろん本当に厳しいレースにはなると思うので、ただやっぱそのチームのポイントのためにも、それとエースの勝利のためにも貢献したいですし、なおかつ自分のシングル その先ほど言ったリザルトもしっかり狙って準備してまいりますので、よろしくお願いします。いやしっかりその目立ってレースをしたいっていうのもあるんですけど、やっぱりこう自転車以外でもこう一人の人間としてというか、この性格に惚れてほしいじゃないですか。そうですね、そんな感じです。